キーパーは今日も村山です。4バック右から宮部、野々村、時田、下川、そして安藤、時山のダブルボランチ、右サイドハーフ村越、左に滝、トップ下菊井、ワントップ小松蓮と予想しました。今日は久しぶりにセンターバックに野々村が戻ってきました。キーパーは今日も辻です。4バック右から三原、森下、小川、山口、森脇と矢田のダブルボランチ、右サイドハーフ佐藤、そして左に茂木、ベンダンカンと松田のツートップです。今日はセンターバック小川が戻ってきました。さあ茂木から中央ルーズになったところ、愛媛が前向き、右に振っていきます。佐藤から三原のクロス、頭こぼれ球、クリア。ここは愛媛一つチャンスでした。さあそしてまた佐藤、スピードを上げる、佐藤のクロス、ベンダンカン、目下3ゴール中のベンダンカン、佐藤からのグランダーのクロスでした。ここはショートコーナー、下川を使う、下川のクロス、シュートですかね。矢田が左サイド、山口を使います。山口、山口からさらに茂木、茂木のクロス、松田、枠を捉えることはできませんでした。茂木が左足で上げていったところ、矢田、さあ前を向く菊井、あここは倒されてカードが出ます。おっと、あこれは熱くなってます。村越が熱くなってます。あちょっと乱闘状態になります。今のシーンです。矢田、安藤が菊井を送って、菊井が倒されて、これに対して森脇にイエローカードが出たと、そしてレッドカードです。これは一発レッドで村越が退場です。一人少ない状態になった松本、ここまでは失点を許していません。さあここで奪った、山口、山口、グランダーのクロス、シュート、決まった、矢田、2試合連続、後半に入って先制を挙げたのは愛媛です。このサイドチェンジ、ここを狙っていました。山口、山口がボックス侵入、グラウンダーのクロス、ここに合わせていったのが矢田、左足でした。このインターセプト見事でした。山口から矢田、矢田は2試合連続今シーズン2ゴール目を決めました。ここは取って三原、矢田、矢田の左足、ここもまた狙っていきました。クロスバーの上でした。野々村が見事に頭で合わせました。絶妙の場所に絶妙のタイミングで頭を合わせていきました。低いからもいいボールが入ってきました。野々村、久しぶりの出場で結果を出しました。さあそして下げてパウリーニョ、パウリーニョのクロス、江戸本、キーパー手を伸ばした、
野本のヘディングシュート、これは辻がよく防ぎました。小川少し運んでいきます。左に開いている曽根田のクロス、落としたところシュート、ここはナイスキーパーだ、村山よく防ぎました。最後深堀のシュートというところでした。松田が落として、村山がよくセーブしました。つなぎます、下川クロス、榎本、ここはキーパー抑えましたが出ています。コーナーキックです。下川のクロスからでした。ここで榎本のヘディングシュート、アウトスイングのボールになる。中央跳ね返す、低いボレーで入れていってヘッド、ここは捉えきれませんでした。ボレーで上げていったというところでした。ここに小松がいました。そして藤谷切り返してクロス、ファーサイド小松、さらに押し込んでキーパー防いだ、クロスがもう一歩上がってくる、ヘッド、ファインセーブがありました。藤谷、小松、最後榎本というところだったんですが、キッカー低いファーに行ってヘッド落とし、キーパークリア。ここで長い笛が鳴りました。もうワンプレーできたんじゃないかとパウリーニョはアピールしましたが、長い笛が鳴りました。このタイミングで切るのかということで、だいぶ不満をあらわにしていた下田監督ですが、1対1のドローという結果になりました。